デュカデュカに用いられる材料のレ末の実、クミンコリアンダーシードデュカは、エジプト料理に使われる調味料。ハーブ、ナッツ、およびスパイスの混合物であり、一般的にはオードブルにおいて、パンや生鮮野菜に漬けるディップソースとして使用される。名称は、月砕くを意味するアラビア語に由来する。これは、スパイスとナッツの混合物を言って乾燥させた後、 粉末状でもペースト状でもない質感に突き砕くことから来ている。構成物は、ごま、コリアンダー、クミン、塩、胡椒が一般的であるが、家庭ごとに、異も大きく、バラエティは豊かである。19世紀の文献によれば、マジョラム、ミント、ザーターと総称されたハーブ類、ひよこ豆も利用されていた。カイロ市内の市場に流通する、既製品のデュカのうち、 最も単純なバリエーションのものは、塩、胡椒、ヒータミントを紙製ンに入れたもので、また小麦粉、クミン、キャラウェイをパッケージしたものもある。製品化されたものには、松の実、カボチャの種、ひまわりの種が含まれるものもある。デュウカはエジプト以外の国々にも普及しつつある。アメリカ合衆国では、テレビの料理バラエティ番組を通して知名度を高めた。オーストラリアでは、 過去約10年ほどの間に人気となった。普及の背景として、おそらくは、レワノン人、アラブ人の移民の増加や、SBS フードなどのテレビの料理番組の影響が挙げられる。いくつかのメーカーが様々な風味のデュカを販売しており、スーパーマーケットや、専門店、農民市場などで見ることができる。ありがとうございます。